今回紹介するのは、迷った時は運命を信じなさい。すべての願望は自然にかなう。という本です。世界35カ国2000万人の読者が支持するチョプラからの贈り物、シンクロディスティミが今あなたを導く。すべてを宇宙に委ね。 毎日を小さな奇跡で満たすためのシンプルなメソッド。どうしてでしょう自分には今一ピンとこなかったですね。確かに起こることで会う人々はただの偶然ではなくて、シンクロディスティだということは理解できますが、本のタイトルと中身がずれているように思うのです。迷った時は運命をとなっているので、 どのようにすればより自分の運命を信じることができるのかそこに焦点が当てられていると思っていたのですが私の思い違いでした。ですので運命をどうのこうのではなく自分の身近に起きていることやそれは偶然ではないこと信じれば願ったものを引き寄せられるということ知りたければ読んでみるといいでしょう。書ですただし 出版社のタイトルの付け方に意義あり、です。理論だけではなく、ではどうすれば実践できるのかという部分にも焦点を当てており、大変に実践的な内容となっています。ただし、スートラを唱えたりと宗教色が感じられますので、読者を選ぶかもしれません。ちなみにこの本では触れられていませんが、スートラは経典の意味でも使われます。 例えば「法華経」は「ロータス・サトラ」そう考えますと瞑想しながらお経を唱えるということですから抵抗を覚える方も多いのではないでしょうかただしスートラは大変短いですし本書では宗教的な意味合いでもなさそうですので抵抗のない方であれば実践的で良い本に感じられることでしょう抵抗のある方は同じ著者の「 富と成功をもたらす7つの法則がおすすめです。こちらも各章ごとに実践プラクティスが紹介されています。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。